皆さんこんにちは。パワーローテーショナルゴルフへようこそ。このビデオでは視聴者の方からいただいた質問に対してお答えしていきたいと思います。それでは質問の方を読んでいきたいと思います。先日は質問への丁寧なご回答ありがとうございました。再度の質問です。フィニッシュがうまく取れず、フィニッシュの手前でスイングが終了してしまいます。以前の動画であったおへそを目標方向に向ける動作を意識しているのですが、中途半端なポジションで体が止まってしまっているように感じます。今回のオノプロのスイング動画を見ていて気がついたことがあり、原因の一つはそれでないかと考えています。オノプロはフィニッシュ時に右膝がしっかり目標方向を向いていることです。何らかの動作の結果でそうなっているのであって、意識して右膝を向けているのではないと思いますが、どのタイミングで右膝が左方向へ動き始め、どのような動作の結果そうなるのかが分かりません。インパクト時に右足かかとが浮かないようにする意識が強すぎるため、それが必要な動作を邪魔しているようにも感じます。ご教授いただければ幸いです、ということです。オノプロはフィニッシュが取れない時ってありますか？はい、そうですね、やっぱ自分の場合はやっぱこうすごいこう左に突っ込むっていうか、ちょっと強く振りに行ったり、やっぱ左に動いた時が特に感じる場合があるかもしれない。なるほどね。はい、まあ、状態でこう打ちに行っちゃった時とかですかね。はい、フィニッシュっていうのはある程度個性が出ていいところかなというふうには思うんですが、それまでにどういうスイングをしてきたかっていう結果が出るところですよね。この動画では何度も言っていますけど、基本的には体ができる限り先行していって、トップからですね、トップからこうターニングをして、ターニングをして、ターニングをして、インパクトを迎えて、その先もターニング、ターニング、ターニングってできる限りしていく。まあ実際にはクラブが追い抜こうと常にするんで、クラブヘッドのコントロールはそれがコントロールしやすい。なぜかっていうと、手を常にクラブヘッドの前方に置いとくんで、クラブはそれに合わせて重心がくっついていくっていうところを実現できるんで、車で言えば前輪駆動の方が後輪駆動よりも雪道とか安定して走れるっていうのはそういうところにも理由がありますし、いい例かどうか分かんないですけど、まあそういうことですよね。クラブのリリースも全てその外的なトルクによって、まあパッシブトルクとかそういうところによってリリースをしていく。体をここからストールさせてクラブに生かしてリリースをしていくんではなくて、ここからターニングを続けて、ターニングを続けることで手が上に上がればクラブは下に行く。体を中心に手が動くことでクラブもリリースされる。そういう力を使っていくってことですね。そうすればできる限り安定したショットが可能だ。フィニッシュがうまく取れない原因として、インパクトで終わってしまってるって言ったらいいですかね。ボールを打ちに行っている。やっぱし体が開けてないっていうことですね。体が開かないでここからっていうことですね。そうすると、まあここから体をターニングさせないで、こういうような形で終わっちゃうっていうことですね。まず一つ考えられるかな、状況としては。しっかりとその P6 までにお尻が十分開いてる状態、そうするとですね、この状態からこういう状態ですね。そうすると今膝頭って P6 ぐらいで、だいたい少しボールのちょっと後ろぐらいを指してる感じですかね。ここからはもう右膝を蹴る準備が始まってるんで、ここから蹴っていくわけですよね。右膝をターゲット側に蹴っていく、ここから蹴っていく。そうするとさらに右腰が前に出てターニング、で足を伸ばしていくと左腰が後ろに引けて、もっと体がターンするってことです。そうすると左サイドのここにスペースがたくさんできるんで、そこに腕が入ってくるっていうことですね。こういうような形でいけば、基本的にはフィニッシュが、まあ、ここで止まる人もいれば、このまんま体は十分ターンしてからここにクラブが収まる人。つまり体がターンをたくさんしている人っていうのは、手を使ってフリップを使って打ってる人に比べたらショートホロスルーなんですね。イメージとしてはプロで言うとダスティン・ジョンソン選手とかが一番分かりやすいですかね。フィニッシュである意味体がもう終わりのところに近づいてて、クラブだけが最後ここのところに収まってくるっていう形ですね。そういうようなロングホロスルーじゃない。ロングホロスルーっていうのは
もっと手を使う人とかに大きい、こっち側がすごい大きい人ですね、でかいフォロースルーがいいって昔はよく言ってましたけど、今の選手は比較的どちらかというとショートフォロースルーですね。当然ですよね、左に体がこれだけ開いてインパクトをしていくわけですから、もう体のターニングするのはもうここで十分なわけじゃないですか。胸がターゲットに行けば十分なんで、そこである意味体が止まっちゃえば、その後に手がそこについていくか、もしくは人によってはもうアイアンのフィニッシュはここら辺でおしまいっていう人もたくさんいますよね。そういうような形でフィニッシュになるということですね。それを実現するためには早めに左サイドにスペースを作るということです。ここからここにスペースを作っていくことですね。左腰が低い状態を作って早くターニングすることができるんです。スクワットをしながら右膝が流れなければ左腰が低い状態でこのポジション、そうするとここにスペースがたくさんできるんで、ここから右膝を蹴って、そうすればもう体がかなり開いた状態でインパクトをするんで、もうこれでおしまいということです。そういうような形でフィニッシュはある程度個性が出てもいいのかなっていうふうには思います。ただまあ標準的なものとしてはここからこの状態でフィニッシュをした時に、まあ耳と耳のところにこうクラブが収まる、もしくは目のところと全く平行という感じですかね。目と平行にここから目と平行、こういう形でフィニッシュをするということですね。そこが基準です。まあでも体の柔らかさとか、はい、あのその後のイメージの出し方だったりとか、フェードを打ってるドローを打ってる、こういうところで多少は変わってくると思うんで、そこはあんまり厳密にこうしなきゃいけないというもんではないです。まあただしてる時にでバックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね、はい、フォワードベントがサイドベントに変わる、あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る、これをグッとこっちに蹴ってあげると、あの腰が回り始めるんで、腰が大体まあ40ヤードぐらい足りがる、若干右側に出てって戻ってくる球になるというところが、まず目指すゴールがある。右側に20度傾いてるとちょうどいい形でこのグリップが徐々に徐々に上がってくるところを作ること、そこからクラブがリリースされて、この状態からシャロー、ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの左かかとの外側に重心があるのが、見て分かると思います。ここにあのデリバリーポジションが来ちゃうと外に行っちゃうから、うんうん、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる、そうすればここの左側のギャップを埋めることで